どうもゆいみんです。今日はじゃん、ストロベリーマスカルポーネ赤城乳業さんの商品です。アイスミルクですね。ストロベリーとマスカルポーネ絶対美味しいですよね。で、ストロベリー果汁果肉 10%、 1個230kcal です。ベリーアイス一番中ですね。で、周りの白っぽいやつがマスカルポーネ味のアイス。美味しそうだよね。普通に早速開けていきたいと思います。赤城乳業さんのこういう棒アイスって全部やり方なんだよね。これも多分そうなんじゃないかなと思うんだ。ほらやっぱりやり方すごいですね。ピンクの色合いがかなり濃いピンクです。で、ストロベリーチップ、これがね、周りの点々点々っていうのが結構いっぱい入ってますね。いちごの風味は強そうです。じゃあ早速食べていきたいと思います。いただきます。うん、あのね、シンプルなアイスです。シンプルで美味しい。あのね、このね、中のストロベリーアイス結構酸味があって爽やかだから、マスカルポーネのアイスがくどくないですね。で、あの周りのチョココーティングもカリッとしてて食感も嬉しい感じです。うん、美味しい。この中身のストロベリーアイスにちょっとシャリシャリ感があるから、全体的にそんなくどくないです。マスカルポーネがね、ちょっとくどいかなと思ったんだけど、滑らかだし、マスカルポーネのアイスも少しだけ酸味のある、バニラとは違ってね、少しだけ酸味のあるマスカルポーネがすごくいちごとマッチします。いちごとマスカルポーネ合うに決まってんだけどね。なんかね、色合いも可愛いし、女の子向けって感じですね。いちご好きの女子はぜひ食べてみてください。なんだろう、このね、ストロベリーチップも口の中でちょっとだけ酸味のが広がって、全体的にまとまってますね、アイスとして。うん、まあね、美味しいだろうなと思ってたけど、本当にシンプルながらもまとまってて美味しいアイスです。まあ、いちごね、冬のこの時期はすごくいろいろ美味しいアイスも出ますし、皆さんも一度食べてみてください。いちご好きの人はおすすめです。あんまりね、甘さ控えめだから、結構男子でもいけるかもしれないですね。甘いの苦手な人も、皆さんもぜひ食べてみてください。今日はストロベリーマスカルポーネご紹介しました。それではまたね、バイバイ。